ようやく生まれたウマに全マイチャンネルが泣いた。生まれて、この後ずっ。はい、こんにちは、マイチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね、生まれてウーモです。ちょっとこれを付加させてみようかなと思います。はい、先日ですね、ウーモ のファミリークリエイターのイベント、ウーモファミリーマス2017ってパパがね、前原レオってナレーションでやったんだけど、その時 のビンゴ大会でうちらは爆死しまして、なんと最下位でした。はい、ビンゴが当たんなかった上に、エイシン君がその後言ったじゃんけんでも一番負けまして、はい、で残ってたのがこれだ。よかった。そう、逆に言うとよかった。うちはね、これ狙ってた。 やったことないし、狙ってた。はい、なんで早速やっていきたいと思います。はい、じゃあいきますね。うおぉ、え、あれ、あ、これ飾りなの。飾りだったんだ。そうなのね。じゃあ この中本体、怖い。これ今度こそこれ壊さないように。ああ、本当だ。ああ、そうなってるのね。どうするんだ。ああ、オッケー。ああ、こんな説明書がいっぱい入ってますけど、一番本当に気になってるのは電池だよ。はい、これで取れました。ピンを抜いたらすぐに捨ててくださいと。あ、そうか、これがあれだ、電池みたいな感じになってるのかな。そうだね。あ、取れた。なんか今鳴ったけど、こっちも飛んのかな。ウーモが生まれる前は卵を傾けるとウーモと遊ぶことができますって書いてあるよ。え、卵を傾ける。うん、ウーモを優しくノックするとウーモもノックを返してくるんだって。すごい。この卵はね、ちょ、持っててくれる？ペンコ族だって。そう、ペンコ族で、ピンクかブルーが生まれてくるんだって。で、パパはね、ブルーがいいと思ってるの。ブルーこの子みたいだから。おぉ、すごい、この子可愛いよね。心臓の音今聞こえた。心臓の音聞こえたね。これご機嫌だって。黄色だね、今。赤。あ、ピンクだ。可愛がってほしい。手のひらに乗せよ。あ、寒いんだ。あ、これだ。これだとどうなの。あ、何、かついていた。どこ続いてる。どこ続いてる。あ、続いてる。ここ、続いてる。ついに言われる。あ、ここ、あ、回ってってる？寝ちゃった。そしたら卵の底を撫でてウーモを起こそう。まただ。どこ？あ、ここだ。あ、もう生まれる。おお。どこ行った？疲れた。起きた。ああ、もう取れそう。うん。頑張れ。ウモもう開いた。行け。出ておいで。出ておいで、もう出てくるだけだ。あ、開いてない。開いちゃったね、これ。どうなっとんじゃ、早く生まれんかい。早く生まれて。もう1時間ぐらい経ってるんだよ。頑張れ。
あー、出た。これ頭まずついてる、これ。出てきた。出てきた。あー、かわいい。もう出していい状態みたいなので、もう一回引っこ抜いてみるよ。いくね、せーの。ほい、あ、取れた。取れた。あー、よかった。これでじゃあこれ脱がしてあげよう、このビニール。うん、やったー。あ、イエーイ。あー、よかった。あー、来た。あー、かわいい。うも生まれたよ。長かったね。長かった。よかった。生まれて涙も出てきたね、ママたちもね。よかった。うも生まれてよかったね。長かったね。頑張ったね。頑張ったね。よかった。ああ、手助けしてあげたけどね。うん、あれ？でもお誕生日の歌は歌わないんだけど、なんでだろう。あ、お腹を押すのかな？お腹。これ地面に置くともっと楽しくなるみたい。あー、そっか、動くの。うん、あ、動いてる。あー、歩いてる。これがベビーモード。そう、あ、ステージ3だって。これさ、こうやってやるとご飯食べるんでしょ。食べてる、食べてる、食べてる。あ、ごめんね、まあ、食べたかった。あ、よかった。ヤムヤムやって。はい、ということで今回ですね、生まれてウーモで羽化させてみました。はい、すごい時間かかったね。俺がかかったの1時間半ぐらいかかったから、ね、結局ね、うん、大変でした、はい、なので本当はこの後ベビーの後キッズとジュニアっていうモードが あるんだけど、はい、我々はここでもうやめたいと思います、はい、あのいろんな動画がすでに出てるからね、うん、そちら参考にしてみてください。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、ちょっとチャンネル登録もよろしくね。よろしく。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。おい。